高古園は、兵庫県姫路市の姫路公園内にある、日本庭園。正式名は、姫路城西お屋敷屋と庭園高古園。高古園とは、江戸時代に、現在の庭園入り口付近に存在した、藩校高古堂にちなむものである。古地図、姫路侍屋敷図をもとに特別市跡地の、姫路城西お屋敷屋とで、発掘調査で確認された西お屋敷。 武家屋敷等の移行をそのまま生かして策定された総面積3.5ヘクタールの地線回遊式庭園群である。9つの日本庭園で構成され、それぞれが屋敷割移行通りに築地平等で仕切られていることを特徴とする。各庭園入り口には長屋門、屋敷門、園内には渡り、廊下など江戸時代の建築が再現されていることなどから、 時代劇や大河ドラマの撮影地にもなっている。造園学者の中村はじめほか、地元の若手造園家の協力により、庭園の設計が行われた。運営管理は、姫路市。開園は、姫路市制100周年にあたる1992年4月29日。高校園入り口の変額は、結城義利の子息の元東京大学教授、有城霊機の書である。 2017年3月、入場者数が500万人を超えた。ABC、観光交流。市政の概要平成27年版。姫路市。2015年9月26日閲覧。指定管理者制度導入施設一覧姫路城祭。お屋敷跡庭園公校園条例。公校園。開園25周年記念誌。2018年11月10日閲覧。 ありがとうございます。